一個アドバイスするとしたら、もうちょっと引いていいと思います。はい、引かなすぎてガチガチなんですよ。はい、だからもうちょっとその振り子みたいなイメージで、ここが支点、こういう振り子。あ、もう体回さなくていいです。回さない、体回さない。うん、ここはもう完全にもう固めて、あんまりグラグラさせない程度で。で、ここを中心に振り子の運動です。で、こういう時もこういくっていうよりもちょっとこういう形、こういう形で、まあ、あと例えば脇を開いて締める、開いて締める、そう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 、開いて締めるっていう動きをやっていけばいいんですけど、多分ラケット引かないって結構コーチから言われてますよね。で、引かないっていうのは確かに合ってるんですけど、でも例えばこの位置から運ばなきゃってなった時に、この今脇を開いて閉じに行くっていうやり方やりましたよね。最初から閉じてるとどうなるかっていうと、もうどこで動かしていいか分かんないんですよ、パワー。じゃあこれ違うでしょ、え、これってだんだんこうなるんですよ、はい、っていうのが今の現状。こっちに人差し指側からグッて出ちゃう。でも本来は小指側から出ないとスライスはかかんないじゃないですか。だからもうちょっと引いていいと思うんですよ。リラックスするっていう意味で引いていいと思います。振り子のこの原理をうまく利用して、ちょっとだけ引いて、体の横ぐらいのイメージです。ここからグッて出していけば、開いて締めるっていうのがちょっとやりやすいとは思うんですね。うん、そう、うん、このぐらいでちょっと打ってみましょう。はいはいはい、そう、イメージこうラケットをここに抱えて、こういう風に揺すってる感じです。ここから左足を前に出して揺すってる感じ。揺すった後に前にこう差し出すような感じ。そう、うん、で、そうで、揺すって差し出す前の準備として、ここぐらいまでは引いていいんです。一気になんかこの辺からグッてやるんじゃなくて、この辺からゆっくり運んでどうぞって差し出す、うん、ちょっとやってみましょう。はい、そうそう、ちょっとでいいですよ。ちょっと引いてキュッて締めるぐらい。はい、そう、はい、そう、今のいいね。はい、今のはちょっとこれやった、やりましたね。はい、そう、はい、そうそうそう。だからある程度ちゃんと間に合うんだったら引いてもいいと思います。うん、引いちゃダメっていうのは、引いちゃダメな時に引いてるからそう言われてると思うんですよ。そう、でも引いて別に間に合うんだったら別に引いても構わないし、ちょっともう2、3球。はい、そう、はい、そう、ラスト、そう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 、うん、そう、今のこういう感じ、うん、だからガチ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 だとガチガチのまましかないんですよ、解決方法が。だから準備の時にある程度ゆったりしておけば、そこからキュッて締めるだけでいいと思う。そう、それは言うと思います、そのコーチ誰でもキュッて握れっていう、うんうん、まあ間違いではないんですけど、速いボールに対してとかハイボレーの準備としてはここでいいと思います。ただちょっとローボレー、ミドルボレー、ハーフボレー、この辺は例えばフォアでこういうふうに肩を入れた時に後ろになるじゃないですか。ボールに対して後ろ側の肩ですよね。後ろってことは体の前にセットしてっていうことがそもそも難しい。ある程度は引いちゃダメですよっていうのはあるんですけど、後ろの肩についてからちょっとぐらい引いたっていいんですよ。この肩に対してちょっと引いてれば OK。 確かに体の後ろになるんですけど、うん、こうして完全にここっていうのは本当に速いボールを取るときぐらいしかなくて、
ここから飛ばしたいんだったら、こう少しゆりかごみたいに足で表現してうまく間に合わせてってやる、やっていけばいいです。そうそうそう、体の使い方としてはこういう使い方がやっぱ大事になってくる。ありがとうございます。